どうも、皆さんこんにちは、トシです。今回も、ハーツオブアイロン、ゲフンゲフン、ハーツオブアイアンをやっていこうと思います。今回は、前回三世を併合する間にあった世界情勢をお伝えするところから始めていくよ。まずはスペインから入ってきたニュースだよ。イギリス領だったジブラルタルがスペインによって陥落した模様です。ジブラルタルは、イベリア半島の南東端にある小半島だそうだよ。スペインかと思いきや、今はイギリス領みたいだよ。イギリスの EU 離脱で、孤立するかもしれないジブラルタル、ゲームの中だけでなく、現実でも注目必須の土地だね。続いては、パリ陥落のニュースだよ。史実より半年ほど遅いものの、ドイツによって、フランスの首都、パリが占領されました。エッフェル塔はこんな感じに無事に残っていたんですかね。って、あれ、この真ん中の人、ヒトラー閣下だよね。なんだか、この写真だけ見ると、おとなしいですね。続いてはイタリアからのニュースだよ。イタリアが、ギリシャに対して併合されるよう、要求したよ。海を挟んだこんな飛び地の、何を求めたのか、本当に謎ですね。と、そんな中、フランスから大変なニュースが舞い込んできました。フランス、ドイツに降伏です。フランス降伏です。ついにフランスを手中に収めたドイツ、今後の動きに注目ですね。まあ、予想としては、日本の友好国のソ連にやられると予想しますね。と、ここで先ほどドイツに降伏したフランスからニュースです。石井フランスが、フランスに宣戦布告しました。三世戦中は、欧州除かなかったから、どういう感じなのかわからないのでとりあえず紹介だけしとくよ。ここでようやくアジアに戻ってきたよ。新疆が、ソ連率いるコミンテルンに加盟したよ。新疆は、今の中華人民共和国の、新疆ウイグル自治区だね。日本はまだ、どこの陣営にも属していないけど、ソ連寄りだから、今後協力していくかもだね。再び欧州に戻ってのニュースだよ。ブルガリアが枢軸陣営に加盟したよ。今の欧州の状況的に、中立を保つよりも賢い判断と言えるだろうね。でも、日本が枢軸に加盟していないので、一足早くこれを製造することはできなかったみたいだよ。風をこじらしているので、久々にこのヨーグルトが食べたいねー。と、ここでドイツがユーゴスラビアに加盟しました。ドイツと敵対していれば味方だよと。連合国陣営がようやくユーゴスラビアの加盟を許可しましたよ。しかしこれ、まずいですね。孤立したブルガリアがやられちゃ、いました。ブルガリアの判断は悪くなかったけど、ドイツにはめられましたね。かわいそう。そんなことは知ったこっちゃないと、イタリアがギリシャに宣戦布告、ギリシャが連合に加盟しました。なんか字が見えるって、それは幻覚だよ。と。そんな中、知らぬ間に戦争していたソ連が、トルコを降伏させました。また、同じくソ連が、ハンガリーを降伏させました。と、ここでちょっとまとめてみましょう。このように、枢軸陣営は、連合国とコミンテルンの二つの勢力を敵に回して戦っているよ。敵を増やしすぎた結果、パンク状態と言えると思うよ。その頃、欧州とは遠く離れた日本はというと、こんな感じに、三世と戦争しながらソ連に援軍と武器を送っていたよ。ただ、この頃のウプ主は何もわかっていなかったので、送った援軍はスターリングラードを一歩たりとも動かずに防衛していたよ。途中で自分でもわからなかったので、頭に入れてご覧ください。先ほどブルガリアを泣き物にしたユーゴですが、イタリアの猛攻の結果、あっさり降伏しました。もう少し早ければ。ねえ。ここでドイツからの一報が届いたよ。ドイツがジブラルタルを陥落させた模様です。この文を読むと、スペインがイギリスに再び奪われて、その後ドイツに奪われたのかな。ここでようやくあのチート国家が動き出す。アメリカがファシズム打倒に立ち上がりました。我が大日本帝国も、ファシズム国家だけど、ついでに攻めてきたりしないよねー。と、ここで日本の友好国がまたしてもやってのけてくれたようです。ソ連がスロバキアを下しました。
世界最大のこの国は、まだまだ面積を広げるようですねー。と、ここで驚きのニュースが飛び込んでまいりました。なんと、なんと、あのヒトラー閣下率いる、ナチスドイツの首都、ベルリンがソ連の手によって陥落しました。世界中を駆け巡ったこのニュース、全世界がびっくりだね。てか、そもそもアメリカ、まだ参戦してきてないから、出る幕なしだね。これでもう、ドイツの終わりは近いね。と、ここで三世戦争も終盤の日本に戻るよ。なんだってー。ソ連が北サハリンを大日本帝国に譲ると申し出てきたよ。え、史実 AI にしてないけど、イベントで出るってことは、これって史実にあったのかな？南カラフトは知ってるけど、カラフト全体を支配したなんて、聞いたことないよ。問題のカラフトはこうなりました。本当に良かったの。飛行場まであるじゃん。ソ連様ありがとう。お礼の印に、ソ連には絶対に攻め入らない約束をしました。何かあった時は絶対力になりますよ。そのソ連様がイラクと、イランに宣戦布告、両国が枢軸陣営に加盟しました。この状況なら連合国行けよねー。ソ連様頑張って。ワンワン。と、ここでようやく我が国の三世戦争が終戦しました。三世戦争の間だけのニュースを急ぎ足で紹介しましたが、ありすぎだよね。これじゃあ、前回みたいなおふざけもできないよ。ではでは、その後の世界へレッツゴー。日本と中国の溝は深まるばかりです。盧溝橋事件が発生しました。でも、ウプ主は今回は中国との単独戦は避けたいんですよねー。泥沼化するのは嫌いだからねー。だからまだ手は出さないよ。と、ここで日本には関係ないけど重大なニュースが飛び込んできました。まずアメリカが連合国にようやく加盟して、ドイツと戦うかと思いきや、なんとドイツがソ連に降伏しました。ベルリン陥落後も9ヶ月も耐えたドイツでしたが、無念の敗北です。これで少しは平和な世界になるねー。これが今の欧州だよ。ドイツは壊滅寸前だけど、パスタ野郎はなぜか全くと言っていいほど本国は無傷だね。頑張るじゃないか今回のイタリアは。ちょっと日本に動きがないのでニュースが主力の回になりそう。ソ連様がイラクを占領しました。ついでにフランスにも勢力を伸ばされました。その頃日本はというと、そんなソ連を、ちょっとだけ、手助けしておきました。ここで注目したいのが、日本とソ連のこの良好すぎる関係です。スターリン同士万歳。でも、この画面でもう一つ注目してほしいところがあります。ちょうど三角形が示す先、そう、人的資源が皆無なのです。理由は簡単です。単にいつまでもいつまでも戦艦ばかりを建造しまくっていたからです。それに気づかないところ、呆れちゃうよねー。その後、ちょっと気になったので、クーデターを起こさせようとしましたが、失敗しました。もとより、自分たちの軍需製品でさえ不足しているのだから、当然だよねー。と、ここで日本にとって喜ばしいニュースです。帝都東京で、東京オリンピックが開催されました。このオリンピック、日本は14個の金メダルを獲得しました。14個。今回のリオオリンピックの日本の金メダル獲得数が12個だよ。なんなの？大和魂すごすぎじゃん。2020年の東京オリンピックがもう楽しみでたまらないよ。日本がオリンピックで盛り上がっている最中、世界では戦争に終止符が打たれました。最後まで抵抗していたパスタ帝国イタリアですが、ついに降伏しました。やっぱりパサパサになったパスタには、カトッフェルズッペがないとダメだったみたいですね。そして早くもイタリアが連合加盟です。これからはピッツァも作れるね。ちなみにウプ主の一番好きなピッツァは、断然マルゲリータピッツァです。みんなは何が好きかなー？ご覧のように、連合に次々と各国が加盟しました。日本は未だ、どこの陣営にも属していないよ。で、この画像を終わらせたかったんですが、ごめんみんな、気になっちゃったんだよね。
ルーマグや鉄衛団ってなんだよ。めっさかっこいいじゃん。なんだか、ガンダムの鉄血のオルフェンズの、鉄火団みたいなネーミングで素晴らしいね。10月から、第2期始まるみたいだから楽しみなんだよね。でもやっぱりウプ主は、今でも初期のガンダムが一番好きです。ちなみに、初期のガンダムで一番好きなモビルスーツは、誰が何と言おうと、ザクです。みんなは何だったかな?と、だいぶ話はそれましたが、こっちの世界に戻りましょう。ソ連がフィンランドに宣戦布告しました。そこまでは良かったんです、そこまでは。なんとフィンランドが連合国陣営に加盟しました。これが何を意味するのかお分かりでしょうか。1944年8月17日、第二次世界大戦の終結から1ヶ月も経たないのに、第三次世界大戦の勃発です。このままではソ連がやられてしまう。急いで義勇軍を送ります。義勇軍がレニングラードに到着したので、急いで攻勢にかかります。フィンランドごとき、この大日本帝国によって、駆逐されました。本来ならばこれで終わりですが、残念ながら、ソ連の敵は全世界なのでまだまだ終われません。そんなソ連が、タンヌプアを併合しました。こんな小さな国ですが、今までよく滅びなかったですね。そんな中、大日本帝国義勇軍は、続いてスウェーデンの攻略にかかります。こういう戦闘は映像にしたいのですが、そうできるのはためどり分が終わってからとなります。と、途中経過を見る前にニュースです。ネオオスマン帝国が、枢軸国に加盟しました。こんな状況下で、信じられないねー。それにしても、国名がかっこよすぎる。ここで、途中経過をご覧ください。連合国側が、国境に大量の兵を置いたことにより、今までの快進撃が嘘のように、膠着状態と化してしまいました。参ったねえ、これじゃ全く手出しできないのに、肝心のソ連軍はこの戦線には皆無な模様。よっぽど信頼されてるんだねえ。でも、これはどうにもならないよ。この間にも、多数のコミンテルン陣営が降伏していったよ。膠着していてふと、旧フィンランド領に目をやると、上陸されてたので、成敗しておきました。そういうことは許さないよ。で、配置に戻ると、そこは地獄と化していました。で、よく見ると大日本帝国遠征義勇軍を指揮していた将軍が、退任されていました。こんな時に、のんきなもんだねー。そんな中、日本本国は、のんきに研究に没頭していました。ほら、飛行機の研究なんてもうこんな感じ。もう、ジェット機が主流の時代なのだよ。今の日本の目標は、全世界ファシスト化だよ。まだまだ先は長いけどね。ほら、構成はファシスト化してくれたよ。でもね、そんなことより、退任者多すぎだろこれ。新種のストライキかな。一方アメリカはというと、ファシスト支持層が半数以上を占めたよ。政党工作が実る日も近いね。ソ連の欧州方面は依然膠着状態の中、アメリカが二つに分かれて、戦争が始まったよ。アメリカ自由帝国がファシスト国家で、枢軸陣営、アメリカ合衆国が民主国家で連合国陣営だよ。アメリカ自由帝国を大々的に応援したいけど、そんなことしたら全世界を敵に回すので、ちょっとした義勇軍を派遣しました。今の合衆国のみ相手ならなんてことなさそうですが、全世界相手は部が悪すぎるねー。と、ここでなんと、ソ連の重要な要衝、レニングラードが陥落しました。まだだ、まだいける、頑張るんだソ連。アメリカ戦線は、我が大日本帝国が何とかするよ。あともう少しで港が抑えられるよ。港も抑えたしどんどん進撃するよ。エルサルバドルが邪魔で見にくいけど、調子に乗ってたらメキシコ軍に半島が分断されたよ。みんな、調子の乗りすぎには注意しようね。15師団が一瞬で壊滅したよ。ねえ、信じられないよねえ。と、今回はここまで。
今回はニュースが多すぎて時間を割きすぎちゃって面白くなかったかもだねー。申し訳ないです。次回からは、日本がさらに戦争の世界に迷い込んでいきます。戦争のない平和な世界はいつになったら訪れるのか。また、次回に会いましょう。